放置してって動画出したじゃん。そうだ、2ヶ月めっちゃバズったねあれ、うん、いやその間さ、りょうくんラウンジめっちゃ行きまくってたでしょ。ラウンジ行きまくってないよ。いやいや、六本木なんて狭いんだから、筒抜けなんだからね。何の話って、誰から聞いたのそんな。もう筒抜けです。ラウンジ上から聞いたの。聞いてます、もう。え、ラウンジ上から聞いたのそれ、はい、そういう違う。あ、素人みたいなのが好きなんだ。じゃあ別に素人みたいなのが好きなわけじゃなくて、ね、このマチコ前で話すのやめよう、まず。いや、2ヶ月放置してたのにアリサのことを放置してラウンジ場くどいてたとか、マジやばい。違う、別にアリサとラウンジ場天秤にかけてラウンジ場取ってたとかそういうわけじゃないよ。気持ち悪い。普通にスタバとかにしよう。じゃあもうずっとそこにいればいいじゃん。この人ラウンジ場ぐるいです。ねえ、そのさ、ねえ、マジやめて、本当にお願いだからやめて。ラウンジ場狂いだよね。です。やめて、もう行く。